フラです、今日はですね、この度ザダンバック見ての通りコンバットビートボクサーラゲージ、戦場の、まあ、ビートボクサーの、まあ、バックですね入れ物が、コンチネンタルリズムセクションと、アーティカリズムと僕でこの3体で一緒に作りました。できました。パフパフドンドンドン、イエイイエイイエイということで、すごいんです、これが。まあ、見ての通り、ちょっと一見シンプルな感じなんですけども、ビートボクサー仕様ということで、このマイクが入るようになってます。しかもこれはもちろん取り外しもできて、まあ、色も選べるというところなんです。しかも、ここはここに一つバックがついてるんですね。そしてここにも一つついてで、ここはもうメインのところなんですけど、これ全部分離できます。ってことで、ここに機材を入れたり、また別の小物を入れたりもして、それだけ持って運び出せるという。だからちょっと僕的にはこうライブで、なんていうんですか、こうクラブに行って準備して、で、また行こうって時に全部持っていく必要はなく、もうこれだけ持って行って、機材だけ持って行ってとか。まあ、そういうようなちょっとアイディアからこういうふうに分離できるようなものにしてみました。そしてそうですね、なんとバシャってこう開けますとこの奥にポケットがありましてパソコンも入れることができます。でここがクッションですか、こうクッションが入ってるんでこうがっちり補強されてるというかこう守られてます。でまあ、見ての通りこの全面バリスティックナイロン、これ全面バリスティックナイロンです。なので雨にも強いし破れない、もうめちゃくちゃ丈夫な仕様になってます。そしてそしてあとやっぱこんだけ荷物をがっつり入れると肩が疲れてくるんですけど、これここは結構自由に稼働ができてさらにこう前を止めれます。で、めっちゃクッションが厚いということでめちゃくちゃどこにでも持っていけるし便利な仕様になってるんですけど、このコンバットビートボックスビートボクサーラゲッジどうでしょう